皆さんこんばんは、前回に引き続き、今日もホテル&レジデンス六本木からお届けします。前回食事の、消化吸収の大原則に基づいた、取り方をしましょうっていうことをお話ししたんですけれども、続いて今日は食事の順番についてお話ししたいと思います。まあ、皆さんこう定食が目の前にあると思ってください。何から食べますか？私だったら食べるものっていうのはいろいろ食べます。まあ、和食が基本多いんですけれども、いろんな食事をとります。イタリアンとかフレンチとかとることも多いんですが、一貫して同じなのは食べる順番を気をつけてます。まずはどうでしょう、サラダから食べる方、スープから食べる方、ご飯から食べる方、いろいろあると思うんですけれども、まずもしスープがあったら私はスープから取ります。ちょっとこう温かいスープがあれば少しそれを取っておくことによってお腹を温めてくれますので消化力をアップさせてくれます。そして、次にもしお野菜があったとしたら、サラダなり、ちょっと煮物だったりとか、食物繊維のものからなるべく食べるようにします。ただ注意なのが、寒いなって自分が感じている時にサラダを食べてしまうとその時の消化力が落ちてしまいますので、あんまり自分が寒いなっていう時にはなるべくサラダは控えてください。そして、お野菜でもこう食物繊維の多い葉野菜とか、根菜とかそういったものを少し取ってから、次にタンパク質ですとか、ご飯とかっていう順番になるんですが、その時々とかその方によっても食べる順番ってちょっと変わって、前回に DNA 検査の話をちょっとしたの覚えてますか？まだもし見てない方がいたらぜひその回を見ていただきたいんですけれども、私の場合タンパク質を消化する能力がちょっと低い、消化する能力というか吸収する能力が低いので、私の場合は先にタンパク質を取った方が太りにくいというか筋肉になりにくいので、なるべくそういったものから取ります。でやっぱりこれも大原則なんですけれども、一番吸収させたいものから先に取っていくので、例えばそうですね、目の前にパンとそうですね、ビタミン豊富なフルーツとかがあったとしたら、フルーツのビタミンとかミネラル取りたいですよね。だから先にそういったものを取って後から、パンを食べたりとか、ご飯食べたりとか、そういうふうに工夫します。あとやっぱり食物繊維を先に取っておくことによって太りにくくなります。それはこう血糖値の上昇が緩やかになるっていうことと、食物繊維っていうのはお腹に入るとちょっとこう膨れてかさを増してくれるので、食べ過ぎ防止にも役立ちます。ちょっとこう食べ方を工夫するだけで同じものを食べても太る人太らない人が出てくると思うので、ぜひぜひ試してみてください。こちらの YouTube チャンネルでは私のリアルなライフスタイルや皆様に役立つ情報を発信していきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回お願いします。